内藤信美は、江戸時代後期の越後国村上藩の第九代藩主。藩位は、十五位下部前上。後小蔵い。泉国騎手は大藩主、岡部長官の長男として誕生。陽名は小三郎。署名は岡部長美。慶応四年七月十一日に、仙台藩主、内藤新民が自害すると、村上藩は大混乱となり、八月十一日には、 村上城も新政府軍によって落城した。それでも、新民の意志を継いだ過労の鳥居三十郎が交戦したが、鳥居も9月末には降伏した。その後、七代藩主であった内藤慎思は長尾を養子師として、内藤信美と名乗らせ、明治2年2月3日に新民の後を継がせた。明治2年6月24日、藩籍奉還により、藩知事となる。藩内で、 反赤奉還への反発が強く、反知事就任が遅れた。同年6月28日、受位した、無前神に除任する。同年11月9日、母親戦争の影響が収まらず、藩内の対立は続き、新首政務の補佐に迎える。明治3年6月9日、藩内の対立により、政府に身体伺いを提出する。明治4年7月15日、 廃藩地県により悲免されて東京に移った。明治12年10月、隠居して長女と結婚した向こう用紙、新任に家督を譲った。その後、内藤家を去って岡部家に戻ったため、信美の子孫は岡部姓に戻ったという。大正14年正月20日、69歳で死去した。墓所は東京都渋谷区広尾の東北寺。ありがとうございます。